ります。ですから、少なくともこの人たちとしっかり、自分たちも推奨してきたわけですから、しっかりと協議をし、その間、やっぱり、この人たちとちゃんと協議ができ、納得のできる仕組みというのを私は作っていくべきだというふうに思いますので、もう一度お願いします。田梨副大臣。先生ご指摘のとおり、有機農家ではまた多くの場合、自家採取の種を利用しているものと思います。今般の種苗法の改正によって、登録品種を使用するための農業者にとって負担にならないように、許諾の手続きなどについて、登録認証機関を通じて、有機ジャス認証を取得した農家に対して、丁寧な説明を行っていきたいというふうに思います。委員長、佐々木貴弘君。説明だけではなくて、その間ですね、その間、やっぱりこの人たちは例外にしなければ、混乱をきたすというふうに思いますので、ここは再度申し上げておきたいというふうに思います。次にですね、海外流出についてお伺いをいたします。出資、この海外流出については大きな課題がありますが、出資法廃止の時もこのことについては議論をさせていただきましたが、法の仕組みからして、外国の出資登録というのを拒否はできない仕組みだというふうに思うんです。で、輸出の方も問題なんですが、それ以上に問題なのは、海外の種子メジャーが我が国で種子登録をして、いずれ席巻されてしまうのではないかというのが、私はこの種苗法において最大の問題点だというふうに思っております。これについて大臣、何度かお答えになっているわけですが、この海外メジャーが我が国で出資登録をするということについて、どう対応していこうとされているのか、お伺いいたします。野上農水大臣。今、世界の出資市場におきましては、海外メジャーという話ありましたが、バイエルですとか、コルテバ、アグリサイエンスですとか、シンジェンタ等々のですね、大企業が広域展開をしております。しかしながら、我が国におきましては、食用作物、果樹、野菜の品種につきましては、国内で開発された品種が登録のほとんどを占めておりまして、海外の種苗会社等が開発した品種はほとんどない状況であります。で、我が国の農業におきましては、農研機構ですとか、都道府県の公的機関、あるいは民間機関の種苗会社が開発した多くの品種が、農業の発展に果たしている役割は大きいと考えておりまして、引き続き国内の品種開発をしっかりと維持していくことは重要であると考えております。で、今回の種苗法改正は、新品種が海外に流出をして、我が国の農業者が本来得られるべき利益が失われていること等に対応するものであります。このことで品種開発のインセンティブが向上し、有用な品種を確保した産地形成にも貢献することで、やはり公的機関等によるですね、品種開発を後押しをしていかなければならないと考えております。委員長、佐々木貴弘君。今、大臣の方からも、公的機関の役割が重要だということについて、ご答弁をいただきました。私は先ほど種子メジャーと言いましたが、今や種子メジャーじゃなくて、農薬メジャーが種子を全部仕切っているというような時代になってございまして、例えば、水筒を、先ほど言いました水筒の許諾料は 2.56 円で、10アール当たりの種子代が1600円ですから、0.016% ぐらいなわけですね。これは公的機関が育成しているから、そういう許諾料になっているわけでありますが、種子メジャーが進出すると、何が一番大変かというとですね、先ほど共産党さんからの質問もありましたが、例えば GM、F1、
要するにインドの綿花の話だとか、アメリカでも小麦、トウモロコシ、大豆などが結局この種子メジャーの種子によって育成され栽培されることによって何が起きるかというと、先ほど許諾量はわずか 2.56 円だと言いましたが、 F1 や GM は種ごと買わなきゃダメなんですね。許諾料を払えば作れるという仕組みじゃないわけですよね。種自体が毎年更新しないとダメな仕組みになってますから、そうすると許諾料という端的な話ではなくて、種子自体を買わなければ成り立たないという仕組みになることが、この種子メジャーが種苗法で登録されるときの一番怖いところなんです。そこを何としても防がなければならないというためには、実は積極的に防ぐ方法はそれは水際対策はありますけれどもないので、何をやるかというと、先ほど大臣がおっしゃっていただいたように、日本の公的機関でよりいい種をしっかりと作り続けるということを担保していかなきゃいけないわけですね。それでこのいわゆる日本の公的機関での種子開発と生産ですね、これを今なんとか担保をしなければいけないということで、皆さん方の今日までの答弁はですね、交付税措置があるからそこでしっかり担保されていると、こういうふうに言うんですが、これ法的に担保されているわけじゃないんです。行政上担保されているというだけであって、法的に担保されるというのは法律、この我々の委員会や議会でしっかりと法律を作ってこそそこは担保されるわけですから、行政的に担保されているということは我々の本来の職務を放棄していると同じですから、そういった意味で言うと、この種子生産に関わる条文が今回やっぱり書き込まれるべきだというふうに思いますが、これについて答弁をいただきます。葉梨副大臣。いわゆる種子の関係でございますが、都道府県における種子の増産については、平成30年4月1日に主要農作物種子法は廃止されました。しかしその後も稲、麦類および大豆の種子供給にかかる事務については、補助審査などに関する事務については種苗法、さらに原種法などの設置などに関する事務については農業競争力強化法、これに基づきまして都道府県が従前と同様、これはもう法律に根拠があるということですが、従前と同様に実施することが認められています。ですから引き続き従前と同様に地方交付税措置が講じられることとされており、今後とも地方交付税措置が講じられるように総務省としっかり連携をしていきたいというふうに思っています。また国における開発ということですが、しっかりこれは予算を確保するということが非常に大切であろうと思います。優良な品種開発について農水省では、国内外の品種等の遺伝資源の収集保存、DNA 解析技術の開発等の基礎研究、生産現場や消費者のニーズに対する品種の開発、都道府県公設試験場に対する育種素材の提供等の試験研究を推進し、今後については、現行の総合的な育種関係の施策を効果的かつ加速的に実施できるよう、関係者の意見を聞くとともに、令和3年度予算の概算要求においては、農研機構が中核となって公的機関等が連携し、輸出促進等に対応した新品種の開発、育種の効率化、栽培地に適応した生産技術の開発、国内在来品種の収集保全の促進に取り組む予算、これを要求しているところでございます。佐々木隆弘君。種苗法の競争力強化法の種苗法で担保されているというんですが、多分この前の時に付け加えた文章なんですが、文章で担保されていると読ますという方がかなり難しい難解な文章になっておりますので、もっとやっぱりすっきりと、それともう一つ、先ほども質問ありましたが、今や
主要4品目じゃないんですね。都道府県が今取り組んでいる二十数件で取り組んでいるのは地域特産的なものも全部含めて取り組んでいます。でそうしたことも含めて、地域で、都道府県で、しっかりとそういうものが取り組めるということを法的にしっかり担保してあげる、これはぜひとも必要だというふうに思いますので、これ改めて求めておきます。そこで今出てきました農業競争力強化支援法という、種子法も競争力強化法も我々としてはずっと反対をしてきたものであります。でこれをぜひ入れてくれということなんですが、競争力強化法はいわゆる8条4号が大変問題になっております。で、種子生産に関わっているのは種子を開発する都道府県の、まあ、民間もありますけれども都道府県の研究機関、公的機関ですね、それとそれを育成して、農家の手元まで渡す、種子協議会というのが都道府県と農協と民間とによってそれぞれの県で作られています。でこの関係者から一番やっぱり懸念だ心配だと言われているのがこの8条4号なんですね。民間に知見を提供する、共有じゃないんですよ、提供するですから一方的に提供するんですね。なんでこんな法律なんだと我々はずっと反対してきているわけですが、この大きな不安を与えている、その関係者に大きな不安を与えている8条4号、これを削除すべきだというふうに思いますがいかがでしょうか。野上農水大臣。はい、今ご指摘のありました8条4号の件でありますが、これは官民の総力を挙げた種子の開発供給体制を構築することで我が国農業成長産業にすることを目的とした項目であります。農林水産省が全都道府県に対しまして令和2年9月末時点での知見の提供状況を調査いたしましたところ、42の都道府県において延べ420件の知見が提供されたこと、また提供先の多くは国内種苗事業者、あるいは国内の大学、JA、国内農家であったこと等を把握しておりますが、これらの知見の提供によりまして、多種性や多様性を持つ品種の開発等が可能となり、今後、我が国農業の発展に寄与することが期待をされております。なお、知見を提供する際にはですね、流出がないように、目的をよく確認をして、目的外利用や第三者譲渡の禁止を盛り込んだ利用計画を結ぶこと等をですね、都道府県や農研機構に指導を徹底しておりまして、この法律によって海外の外資系企業に知見が流出した事例はないということであります。こうしたことから、農林水産省としては、この8条第4号を削除するということは考えていないところであります。佐々木隆弘君。今、海外に流出した事例がないということだったんですが、この法律の立て付け上は、将来あり得るわけですよ。それ止めるっていうようなことは何も書かれていないわけで、それとしかも、知見の共有じゃないんですよね、知見の提供なんですよね。この競争力強化法という法律自体が、まあ、余計なおせっかいみたいな法律でしてですね、この自主的に自分たちでやるべきものを法律でわざわざ決めてやらせるなどというのは農業団体や農家にとっては非常に侮辱されたような法律だと私は思っているんですが、ただこの競争力強化法に伴って発出された時間通知というのがあります。これがまた非常に関係者にとっては重しになっています。この時間通知のこのが関係者に非常に不安を与えているというこの現実は皆さん方も届いていると思うんですね、その声。だからこの時間通知をぜひとも見直すべきだ、廃止ではなくて見直しと私が申し上げたのはネットの社会でもそうですけど、一度書かれたものが削除されるとそのまま残っちゃうんですね。ちゃんと上書きをしないと、
ちゃんと否定をして上書きをしないと、通知が見直されたことになりませんので、そういった意味では、この見直しを求めたいというふうに思います。答弁願います。野上農水大臣。この主要農作物出資法につきましては、これまでもご答弁申し上げましたとおり、戦後の食料増産という目的のためにですね、犬麦、大豆等の有料な種子の生産普及を進めるために制定されまして、食料増産に貢献するものでありました。しかし、このあと、都道府県にですね、一律に種子供給を義務付けてきた結果ですね、いわゆるブランド米の話ですとか、あるいは多種品種等の種子の供給の事務に取り組めていないという話ですとか、あるいは民間の品種が参入しにくい等々の課題が生じてきたというのは、これまで申し上げてきたとおりであります。でこのため、種子法において、すべての都道府県に対して一律に義務付けるというやり方を廃止をして、都道府県、また民間事業者、この総力を結集して、種子の供給体制を構築することといたしましたが、平成30年の法廃止後も、県で継続していただいています種子供給業務につきましては、農林水産省としても大変重要であると認識をいたしております。ご指摘の通知につきましては、種子法廃止後の都道府県の役割等について、規定しているものでありまして、現在ご審議いただいている種苗法が改正されれば、その施行にあたり、必要に応じ、本通知につきましても、所要の改正を検討してまいりたいと考えております。佐々木隆弘君。この種苗法について、質問をさせていただきました。いくつか、まだまだ不安材料が完全に払拭されたとはところまでは言っていないかもしれませんが、種苗法によって、農家の権利をどう守るのか、それから育成者の権利をどう守るのか、それと種のトレースをどうするのかということのがポイントだと思うんですね。それをなんかお金の話でこれを説明してきたもんですから、話が非常にややこしいことになってきたというのが実態だというふうに思うんですね。要するにトレースする仕組みとしてこれの制度があるんだというふうに私は認識しております。で今日の中で、有機農業についても前向きのお話をいただきましたし、大臣からは公的機関について、重要性について、ご答弁をいただきました。競争力強化法、とりわけ時間通知などについても大臣の前向きなお話をいただきましたので、ぜひこの種苗法を通じてですね、そうした農家の不安にどうしっかり応えていくのか、それからそれに伴って種子法絡みのですね、伴った公的な種子の育成とか開発育成ですねとか、今まで農家の皆さん方を不安にしていた分野などについて、ぜひともこの機会にしっかりと見直しをしていただくように、あるいは前進をさせていただくように申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。